今回は少し違った角度から韓国 F-35 A 戦闘機状況を見ていくよ。最後にこれを見た日本の反応についても紹介していくね。特に整備や修理の課題が浮き彫りになっているな。韓国の戦闘機運用に対する疑問や批判が多いようだぜ。やっぱり日本での整備自体は望んでいないし、LINE 問題から反日感情を煽っている次期有力政権が今後また日韓関係破綻へもたらすとも言えるよね。レーダー照射問題についても触れていくぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2020年6月22日まで遡り、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス戦闘機が離陸準備の作業をしていた時のことなんだけど、実はその日の午後から、とある訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したんだ。韓国空軍は敵のレーダーに捕捉されることがない、自分の作戦を速やかに実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど2021年までに実戦配備する予定としていたよ。ただし、ここで少し問題というか、課題があることに気づいたわけだが、平時の戦闘機は、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行わなければならず、これらは国の防空を担う重要な精密機械である以上、当然のことなんだよな。この F-35A ステルス戦闘機はアメリカの航空会社ロッキード・マーチン社が製造した航空機であり、相当高額で購入させられたと思われるが、戦闘機自体の設計図などは完全非公開となっているぜ。もちろん、製造したアメリカ側としても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は、公開したくないのは当然のことであるため、絶対に設計図も渡さないと思うぞ。そうなると、アップデートするにしても、修理をするにしても、購入した韓国の能力や技術だけではお手上げ状態になると考えられるよね。さらにはっきり言えば、韓国では機体の内側には決して触れることもできないのが現状であるため、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本やオーストラリアなどで整備しなければならない羽目に陥っているってわけ。しかし、韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないだろうけど、万が一にでも、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を振り返っても、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りするのが妥当だよな。その上で整備するなら他の国を探してくださいとアドバイスをするのがベストだろうし、さらにそこで今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて、勝手すぎるでしょう。日本では受け付けることができません。どこか他の国で修理したらいかがでしょうか？と言って、あからさまに拒絶すると世界の目が気になるため、あくまでも柔らかくお断りした方が身のためだと思うぜ。それじゃあ、ここから日本の反応を見ていくよ。韓国が新しい法案を作るらしいが、それは戦闘機のメンテを日本では絶対しないという法案だそうだ。日本はアジアの整備拠点 FACO なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテナンスをするのが戦犯。戦犯と騒いでいる三菱重工だと知ったら、スピードアップして法案成立だよね。日本が嫌なら、自走で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアに行くか、もっと遠いヨーロッパのイタリアまで行って整備すればいいよ。その途中でレッドチームにでも寄ってステルスの内部を見せて情報を買ってもらい、購入資金に還元するかもしれないけどね。このような、かなり辛辣な感想が投稿されていたね。ちなみにレッドチームというのは中国だけでなく、ロシアなども含めた共産圏を指して使っているんだろうな。もともとの意味は業務等を改善するために作られた、違う視点を持った社たちのグループということだったが、レッド赤、すなわち共産党という連想でレッドチームと呼ばれるようになったらしいぜ。さて、当然ながらアメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国の行為に対して、事実上まだ停戦中の北朝鮮が黙っているわけがないよね。おそらく金正恩総書記であれば同族でない韓国が北朝鮮との融和を前面に出してきても、裏では我々が信用できないと思って、軍備増強に走ろうとしていると認識するんじゃないかな。再び2010年のヨンピョン島における北朝鮮軍の砲撃で4人が死亡した。悲惨な出来事や38度線に緊張が走るようなことが起こりそうだね。それと、
もう一つ懸念されることがあって、韓国型の国にステルス戦闘機の情報を、売ってしてしまう可能性が高いのではないかと推測されていることだ。もちろん、このあたりはアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していることは間違いないだろうな。表向きでは同民族と言わない韓国と北朝鮮は裏で他国に対して歩調を合わせることも多いから、アメリカも韓国と同民族と思っている北朝鮮を無視するわけがないぜ。日本政府の考えとしては極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日米韓 vs 中ロ北の図は維持したいはずなんだ。今までも幾度となく動きがあった朝鮮統一だけど、万が一にでも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国とロシアの対立軸に、自分の都合の良い時だけ、どちらにもすり寄る国家になるだろうね。そして、裏で取引を餌にした外交が展開されることも十分に予想されるな。国の政治戦略としては当たり前のように行われるパターンでもあるコウモリ外交が横行し、かつ統一朝鮮が激烈と言えるぐらいの反日国家になることも容易に予測されるぜ。そのやり方は常に上から目線で、かつての旧日本軍が駐留していた頃も蒸し返し、自分たちの拉致問題を、棚に上げつつ理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあると思うぞ。もともと国内の不満を外国への憎悪にすり替えるという考え方も、政治手法としては古代中国の時代から、現在の習近平政権によっても植え付けられているね。統一朝鮮内でも自国民の不満を日本に責任があると理由付けして、あからさまに反日運動を、後押しするかのような振る舞いも、今までの前例を見れば朝鮮で当たり前のように行われる現象なんだ。そういう事実や想像から導き出される結論として今なお続く朝鮮半島が分裂した状態で、かつ互いが戦争状態であることが日本やアメリカにとっての国益になるというだよね。それじゃあ、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを見ていくよ。どう考えても韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが最低ランクだ。なんと、5段階中、一番下のレベル1である。どうして最低なのかの答えは簡単で、価格が安いからだ。つまり、防衛予算が少ないから、多大な費用をかけられないということである。もしかしたら内部備品を節約しているのかもしれないな。アメリカから買った韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低く設定してある。あの戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も驚くほど低い。こちらも最低のレベル1であるのは、経費節約のせいだから仕方ないか。このアビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器であり、飛行のために使用される電子機器のことを指しているぜ。その中には精密な通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれているってわけだ。単に羅列されただけで、これらの性能が低ければ低いほど、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが容易に想像と思うぜ。要するに近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全くもって使い物にならないという結論になるぜ。はっきり言ってしまうと、韓国が持っている F-35 ステルス戦闘機は見かけだけのハリボテ飛行機と言ってもいいかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
太平洋戦争の終結とともに独立した朝鮮は、旧ソ連が代表するいわゆる東側と呼ばれた社会主義諸国と、西側と呼ばれる自由主義諸国を代表するアメリカとの間の駆け引きによって、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国と韓国とに分断されたよね。そして、同じ民族でありながら互いに敵対することとなって朝鮮戦争が勃発したぜ。この朝鮮戦争は、北緯38度線を非武装地帯とする休戦状態が2024年の現在も続いていて、韓国にとって最も危険な敵性国家は陸続きで同族の北朝鮮であるという悲劇が継続されているわけだ。今回は韓国の潜水艦建造について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、上述したことから韓国の国防上、重要であったのは陸上戦力とそれをサポートする航空戦力であり、大きな海軍を持たない北朝鮮に対する韓国海軍にとっては潜水艦などの装備は優先順位が低かったよ。それに比べると日本は周囲を海に囲まれた島国であるために、かつての旧日本海軍では世界でも高水準の潜水艦建造技術を保有しており、太平洋戦争後、新たに発足した海上自衛隊内ではその過去の遺産を生かして国内開発の、日本独自の国産潜水艦を建造することを待ち望むが上り次第に大きくなっていくんだ。旧日本海軍では太平洋戦争末期に、それまでの主力潜水艦であった水上航行を主体とした、いわゆる潜ることもできる水上艦という意味合いの河川艦に対し、先行することを大前提として水中速力の向上を重視した船高型と呼ばれる高速潜水艦である E201 型潜水艦を開発したね。この E201 型潜水艦は水中における高速航行性能を重視した水中高速潜水艦で、水中高速航走性能を追求するため艦隊における抵抗を極力低減するための設計がなされているぜ。船体及び艦橋は流れ線化設計がなされ、艦隊の外部で使用する様々な機器や偽装装備などの突起物は気筒式になっているかもしくは簡素化が図られたな。艦隊上部の注水穴や碇を収納しておくアンカーレセスなどには海水の流れを整えるための整流板が設けられ、それまでの潜水艦に水上艦と同様に設けられていた船体下部のビルジキールは廃止されたほか、海上攻撃用の砲などの搭載を止め、艦橋前後に設置された 25mm 単装機銃は潜航中には甲板の格納スペースに収容されるようになっていて、これらによって完成後の水中速力試験では最大速力19ノットを記録したよ。海上自衛隊ではこの E201 型潜水艦などにおける旧海軍の技術を活かしつつ、戦後にディーゼルエレクトリック方式の機関を持つ林尾型を開発建造し、そこから発展型の夏尾型、やや大型の大尾型を経て浅尾型につなげ、水中航行性能がより重視された完全覆から構造の累積型の艦型を持つ水中最大速力20ノットの渦潮型潜水艦を生み出し、さらに有潮型から春潮型へ大型化していき、1994年平成6年に部分単核構造で葉巻型の艦型を持ち、静粛性が高められた親潮型が登場したってわけ。そして、X 字型舵が採用された双流型からリチウムイオン蓄電池を搭載した現時点での最新鋭主力潜水艦である太平型へとつなげてきたわけだな。そのように潜水艦建造技術を発展させてきた日本と違い技術の蓄積が全くなかった韓国だったんだけど、北朝鮮海軍が中国海軍から通常動力型潜水艦を導入した上で、小型ながらも潜水艦の自国開発と建造を進めているとの事実に直面し、遅まきながら潜水艦の保有計画が立ち上がったよ。KSS-1 と名付けられたこの計画において韓国は、潜水艦を運用しているアメリカや日本の協力を得られなかったためにドイツの209型通常動力型潜水艦の建造技術を導入することとなり、ホバルツベルケドイツ造船 HDW21 番艦として張り保つサワチャンボコを発注し1993年に収益させ、その後の2番艦リセント3番艦サイシゲル船の建造は艦隊ブロックを HDW に製造させて韓国のテウ造船海洋で組み立てる、
いわゆるノックダウン生産方式で実施され、4番艦木位以降を韓国でライセンス生産するという手順で潜水艦建造技術やメンテナンスなどの手法の習得を目指したんだ。ジャンボ5級通常動力潜水艦は水中排水量1285トン全長56メートル全幅 6.2 メートルほどの小型艦で、機関方式にはそれまでの潜水艦と同じオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されたディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、当初18隻の建造が計画されたが9隻で建造終了となり、韓国海軍は次に同じ HDW 製で燃料電池方式の非対機依存推進機関 AIP が搭載されより大型の214型通常動力型潜水艦を導入するみたい。韓国は9隻の214型を手造船海洋とヒュンダイ重工業にライセンス生産させることによって、潜水艦の設計建造技術の習得を終えたとみられ、その後のトサンアンチャン補給の設計建造を独自で行えるようになったな。韓国が建造した214型の1番艦ソンゴニルは水中排水量1860トン全長65メートル全幅 6.3 メートルと、ジャンボ5級より一回り大型であるが、AIP を実現した燃料電池が潜航中に停止したり、スクリュー軸から発生する騒音が大きく問題となったために軸を交換したり、韓国メーカーがライセンス生産したボルトに欠陥があり艦橋と甲板をつなぐ部分が漏水するなどの不具合によって、旧跡の同型艦も含めて運用停止措置にされるなどの問題が発生しているぜ。韓国ではこのような経緯を経て2011年8月に、初の大型国産潜水艦として KSSIII チャンボコスリーとも呼ばれる3000トン級の、トサンアンチャン補給通常動力型潜水艦を収益させたことを明らかにして、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本と肩を並べる潜水艦が建造可能な国家となったことをアピールしたよ。トサンアンチャン補給潜水艦バッチ1は水中排水量3800トン全長 83.5 メートル全幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルで、214型のソンゴニエル級と同じく、機関方式には従来と同様の鉛蓄電池を使用したディーゼルエレクトリック方式に加えて AIP として燃料電池が採用されているんだ。ソンゴニエル級では潜航中に停止するなど大きな問題を起こした燃料電池だが、トサンアンチャン補給に搭載されるにあたり大きく改良されたとされ、これまでのところ不具合が生じたといったような情報は明らかにはなっていないな。ソンゴニエル級のパッチ1は2番艦暗部と3番艦新最高の3隻のみで、続くバッチ2が2023年3月から手造船海洋で建造が開始されており、このバッチ2では従来の鉛蓄電池に変えてリチウムイオン蓄電池が導入されることになっていて、バッチ1以上の水中作戦能力と運用時間の向上が期待されているぜ。また韓国のメディの報道では、バッチ3が原子力潜水艦となる可能性が言及されているが、これについては韓米原子力協定などがあるために同国が原子力潜水艦を建造することは難しいとの見方があるな。そしてトサンアンチャン補給潜水艦の最大の特徴は、艦橋後方にミサイルの垂直発射システム VLS が6セル搭載されている点だぜ。この VLS には艦対地ミサイルが搭載されるとして、当初は巡航ミサイルの玄武 3C が収容されるものとみられていたが、韓国のメディアでは玄武 2B を元に開発された潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM であると報じられ、2021年9月15日には、最新 SLBM の玄武44を1番艦とサンアンチャンホの VLS から水中射出する、試射が行われ成功したと伝えられていて、さらにバッチ2に搭載される VLS は10セルに増備される予定らしい。ただ、韓国が地続きの北朝鮮を仮想敵国としているのであれば、このトサンアンチャン補給のような長射程の弾道ミサイルを発射できる潜水艦は必要ないとされ、VLS が装備された潜水艦を保有するのは、日本を仮想敵国として意識している可能性を否定できないとする見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本はイギリスとイタリアとの3カ国共同での次期戦闘機開発を進めているね。
GCAP グローバルコンバットエアプログラムの名称が冠された同プロジェクトは、太平洋戦争の敗戦後、日本が初めてアメリカ以外の国と軍事兵器の共同開発を行う点からも注目されているぜ。今回はそんな GCAP がいよいよ本格始動した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの名称からも見て取れるようにこのプロジェクトは、次世代のグローバルな航空戦闘システムの開発を行うことを目的としており、単なる戦闘機単体の開発に止まらないんだ。中でも今後の航空戦力の分野は、戦闘機といえば現状のような操縦者が搭乗して操作を行う有人戦闘機に加えて、それらに随伴させ、その完成下で各種の任務に従事する無人航空機にまで及ぶことが予想されているよ。そのため GCAP グローバルコンバットやプログラムでは、有人戦闘機に加え、そうした無人航空機との連動も視野に入れた開発がなされる予定だけど、そう入ってもやはり有人戦闘機の占める比重は軽くはないだろうね。日本ではイギリスとイタリアとの3カ国共同によって GCAP グローバルコンバットやプログラムを推進するにあたり、両国との協調も踏まえてそこで生み出される有人戦闘機の完成品を海外に輸出する方針を政治的にも固めたぜ。具体的に日本の現岸田政権は、2024年3月にようやく連立与党を組む公明党との調整を終え、防衛装備移転三原則の運用指針を改定することで、GCAP グローバルコンバットエアプログラムで、生み出される有人戦闘機の海外輸出を認めることとしたわけだ。こうして日本がこれまで慣習として規制してきた海外の国々への完成品の兵器輸出については、時の政権の閣議決定によって防衛装備移転三原則の運用指針に照らしケースごとに判断し、必要に応じて対応する流れが確定したと考えられているな。そうは言ってもただやみくもに日本が全ての兵器の完成品を無条件に海外輸出できるようになるというわけではなく、従来通りに防衛装備移転三原則の指針にのっとり、ことに紛争の当事国についてはそれを認めないなど、一定の歯止めは残された形ではあるよ。このような防衛装備移転三原則の指針の弾力的な運用について、日本国内でこれに反対する個人や団体からは、非常に厳しい政府批判の声が溢れているんだけど、大手のマスメディア等がこれらを伝えても体制に影響は与えていないように思えるね。そこには2022年2月以降継続中のロシアによるウクライナ侵攻や、中国による台湾有事の懸念が高まる中で、大半の日本国民は防衛予算の増額等と同様に次期戦闘機の完成品の輸出についても、今の世界情勢からやむなしとの見方が多いからかな。いずれにせよ政治的には日本における次期戦闘機の完成品の輸出の是非という問題は、今日のかつての冷戦時期をも上回る勢いの世界情勢の変化の前には、いわば必要悪として消極的ではあるが、承認された感が強いな。さてそうした次期戦闘機をめぐる完成品の海外輸出という問題だが、仮に実際に日本がそれを行うこととなるとすれば、そのような国々がその対象国となるのかが、次の段階として考慮しておく必要があるんじゃないかな。大まかな次期戦闘機の完成品の海外輸出先の想定としては、共同開発国のイギリスがヨーロッパを中心とする NATO 加盟国、イタリアが NATO 加盟国以外の中央のヨーロッパ各国、そして日本がアジア及びオセアニアの国々と目されているよ。日本による次期戦闘機の完成品の海外輸出先の具体例としては、日本との間に防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した国が対象であり、国としてはインド、オーストラリア、そしてインドネシアやフィリピンあたりが有力視されているね。こうした国名を俯瞰してみた場合、個人的にはインドは今や人口で中国を抜き、さらなる経済的な急成長が見込まれるため、軍事予算の捻出という観点からは問題は少ないとは思えるが、日本側が果たして交渉を行えるのか否かには疑問も禁じ得ないな。インドは従来までは旧ソ連現ロシアから数多くの兵器を購入やライセンス生産と通して調達し、最近では西側諸国の軍事企業がセールスを激化させてはいるが、
大口の契約という点ではまだ成功例は少ないのが実情に見えるぜ。ロシア・ウクライナ戦争の長期化に伴い、インドはロシアに発注していた兵器が予定通りに入手が困難となっているとも目されているが、完成品の兵器の海外輸出の実績はほとんどない日本が挑むには大きすぎる相手に思えるな。続いてのオーストラリアだけど、日本と同じくアメリカの同盟国であり、アメリカとイギリスとの間で新たな軍事同盟である、オーカスを締結しており、攻撃型の原子力潜水艦の導入に舵を切るなど、軍事力の拡張に踏み切っているみたい。オーストラリアは最新の戦闘機としてはこれも日本と同様に、アメリカはロッキード・マーチン社が主艦となって開発された。いわゆる第5世代機と呼ばれている F-35 ライトニング2の A 型を現在までのところ72機の調達を計画しているね。今後オーストラリアがこの F-35 ライトニング2 A 型の調達数をさらに増加させる可能性もあるかもしれないけど、次期戦闘機の出来次第では検討の余地が生まれるかもしれないとも思え、日本の輸出先としては最も現実的な国となる可能性もありそうだよ。続くインドネシアは総人口ですでに2億人を超す状態であり、東南アジアでは最も経済発展を進めている国の一つだが、戦闘機に関しては韓国と同国国産の KF-21 ポラメの共同開発を行ってはいるが、これについても紆余曲折を経ているな。なんとか現状では韓国との KF-21 ポラメの共同開発は再開された模様だが、まだまだ国家自体が世界的な水準で最高峰の部類に位置する戦闘機を調達できるほど潤沢な軍事予算を持ち合わせているとは言い難いだろう。最後のフィリピンだけど、一時期はかつての宗主国であったアメリカの庇護下から離れ、その軍事基地をすべて廃止して中国との接近を強めていたが、ここに来て南シナ海のスプラトリー諸島をめぐる中国との対立でアメリカへの回帰を深めているよ。ただしフィリピンも国家の財政的には貧しい国であるため、最新の兵器の導入は困難であり、戦闘機についても韓国の FA50 をなんとか装備している程度の規模であり、現状では日本から次期戦闘機を調達する費用の捻出は望めないだろうね。こうしてかいつまんで見ていくと、政治的に日本は次期戦闘機という完成品の兵器の海外輸出に向けて、大きく踏み出したとはいえ、それを実際に購入調達する軍事費や環境にある国はかなり限定的であると言わざるを得ないな。さてそんな次期戦闘機開発だけど、日本はアメリカとの共同開発を行った現行の F2 戦闘機の2035年からの退役の開始に向けて、そこまでに実戦配備を進めることを目標において、具体的な工程に入ろうとしているみたい。GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が共同で GIGO と呼称される推進機関を設置。その本部はイギリスのロンドンに置き、初代の責任者には日本人がつく予定だね。実際の GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が主管し、これらによる JV 共同企業体が担う形式となるらしいな。イギリスとイタリアは現行のユーロファイタータイフーンの代替を、GCAP グローバルコンバットエアプログラムから生み出される有人戦闘機で行う予定で、もともと進めていたテンペスト計画を発展させたと言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。